かげんかげん食べるかっこわら、はい、こちらに来た旅人札幌市です。今日4月13日金曜日、花金ですね。現在時刻は10時32分です。今日手品します。はい、色が一瞬で変わるスティック、これはレベル2です。よろしく。まずいきますよ。はい、まず緑ありますね。はい、表も裏も緑ね。そして手をかざします。元気玉ねぎ。はい、変わりました色が。これ信号のカラーになったでしょ。赤、黄色、緑。赤は止まれだよ、信号ね、見てね。赤止まれ、止まりなさい。黄色もね、ダメ、危ないから止まりなさい。信号渡ってる途中はこれね、急いで進みなさいね。緑は進め、わかった。はい、じゃあ今度これがね、一瞬で色変わりますからね、行きますよ。あ、振ると一瞬で変わるからね。あれ、色が一瞬で変わるか。色が一瞬で変わるやつは違うな。ちょっとまずいいか、黄色あげます。黄色でいきますか。色が一瞬で変わるやつ、いきますよ。せーの、何もしないですよ、黄色ね。せーので、また信号になりました。はい、いきますよ。そしてまたこれが、はい、色変わります。3、2、1、キュッ。はい、緑になります。 OK ということで、手品また復活しました。あとね、もう一個手品ネタ仕入れてきましたんで、それ明日やりますんで、それじゃあしたっけ。またね、今日天気悪いけど、家の中でもいいから運動してください。それじゃあね、俺も運動します、掃除もします、ご飯も作らないといけないし、猫に餌もやらないといけないし。じゃあということで、花金を楽しみましょう。それじゃあ、ありがとうございました。バイ、アイコゴ。それじゃあ、ヨカバイ。ね、今日ヨカバイだったかな？コメントないけど、いつ毎日ないね、コメント。それじゃあ、したっけ？またね。北海道弁でまたねでね。じゃあ、したっけ？じゃあね。あ、元気玉ねぎやってねえな、最近。いくぜ。俺の元気を。俺の元気を、俺の元気を、俺から皆さんに元気をあげますんで、受け取って今日も一日元気玉ねぎファイティングダウン、ファイティングダウン、ファイティングダウン、元気玉ねぎファイティングダウン。これはまだちっちゃい編ですね。まだ溜めてないんで、溜めたらもっとパワーがねあるけど、このぐらいで今日は大丈夫でしょう。じゃあ、しゃけ。